こんにちは、鍋さんです。今回はこれだ。ヤマハ YZR-M1 2004年のモデルですね。こちらをちょっと資料いただいたんですけどね、バレンティーノロッシの仕様で作ろうと思います。珍しいね、こういうのね。まあこれね、珍しいなというのですが、まあなぜかというとこちらですね、こちら今回ね、展示会の際に視聴者さんの方がぜひ作ってほしいということでキット提供をねしていただきました。ありがとうございます。バイクね、好きなんですよ、作るの。特にこういうレーシングバイクっていうのはすごく好きなんですけど、うちのメンバーでね、大林さんっていう方がね、恐ろしく綺麗に作るのでいつも遠慮してたっていうところなんですけれどね、まあ頑張ってね作っていこうかなと思います。ということでね、まあ自分自身もこのね、ロッシのこのねバージョンっていうのを非常に作りたかったんですよ。でなかなかやっぱりその機会がなくて、今回ねその時がやってきたので作ろうかなと思います。楽しみだ、超楽しみだけど、ちょっとすみません、今すぐにねちょっと作るわけにいかない。今ちょっと手掛けてるものをね、いい加減ちょっとね片付けていかないといけないので、とりあえず今回は開封レビューとしますが、せっかくいただいたものなのでね、しっかり作らせていただきますので早めに手をかけていきたいと思います。ということで中を見ていきましょう。はい、ということで中を見ていきましょう。パッケージはこんな感じです。まあね、この通り作るわけじゃないんですけれど、まあこちらをねまず中身を見ていこうかなと。どんな具合になってるかなと。まあタミヤなんでね、非常に作りやすいのではないかと思います。中がこんな感じで、まあ他のキットと比べてとかそういうような話がね、バイクなのであまりできないんでね、ちゃんとこれビスも入ってて、まあ、大体想像がつくんですけれど、どんな感じになるか。まあね、鍋さんそんなにねうまくないんですけれど、頑張って作っていきたいなと。かっこいいんでね、まあ正直なところ本当に作りたかったキットなんで、頑張ってやっていこうかなと思います。どうでしょう、超かっこいいね、超かっこいいねって、お前それだけ見てわかるのかっていう話なんですけど、まあでも本当そうね、めちゃくちゃな。デカルもだってね、あれマスキングライト、なるほどね、これもちゃんとついてるの、すげえな。まあこれは説明書を見てもって感じはするけど、見ていきますか。エンジンはまあ結構こんな感じでバラバラとして、こういう感じか。まあ説明書通りに綺麗に作って、あとね私の感性でどんな風にやっていこうかなということですね。合わせ目消しもねしっかりやっていきたいなとも思うし、そのロッシのモデルのやつで限定のメッキバージョンっていうのが出てるんですけど、それ今回ね展示会で大林さんがね展示してたんですけど、まあメッキっていうことでね、どうしても合わせ目消しがねタンクのところできないよっていうのがあったんで、まあだけど意外とねそれも気にならずにやれたんですけど、まあ今回ねそういったね限定とかそういうのではないので、まあ入手もねしやすいものではないかなとは思います。ちょっと本当詳しくないんで申し訳ないです。でですね、まあ一番メインとなる今回ね特別に用意していただいたものたちをちょっと見ていこうかなと思うんですけれど、今回こちらですね、この資料見て、あはは落ちた。まず一番最初に、まあなんとね色も用意してもらったんですよ。ロッシブルーね、これでねちゃんと塗っていきますよ。フィニッシャーズ、とてもねフィニッシャーズの色っていうのは物に何だろう、そのロッシブルーっていうだけあって、何だろうな、すごくその本物に近い色っていうのが出せるので、フィニッシャーズのこういうちょっと特別なネーミングの色はねいいですよ。専用色って感じで本当にとてもいい色が出ます。でこちらですね、ちゃんとねデカールまで用意してもらってね、本当ね申し訳ないですけど、とっても嬉しいです。マジでめちゃくちゃ嬉しいです。綺麗、開けたの初めてだけどめちゃめちゃ綺麗だな。黄ばみゼロ、素晴らしい。
いやー楽しみだな、すげー楽しみ、すげー作りたかったんだこれ本当に。このね、ゴーって書いてるやつ、これマジで作りたかったんだ。いやーすげー楽しみだな、これちょっと気合い入れて作らんとかんな。でこれとあとこちらもですねつけてくださって、まあちょっとね私の方がね本当に詳しくなくて申し訳ないんですけれど、タブデザインのあの追加のデカールですね、これが一体どこにつくのかがあんまりちょっと分かってなくて申し訳ないですけれど、まあしっかり見てやっていこうかなと思いますという感じですか。まあなんでねちょっとこれはね大林さんにちゃんと相談してやろう、じゃないとなんか心配だ非常に。せっかくねいろいろデカールだって、この辺のデカールの使うところがよく分かんないもんそうこれはほんとちょっと大林さんにマジで相談しよう。鍋さん違うって言われちゃうとねいけないんでね、あのねせっかくねキットもね提供してもらってさ、違うっていうねなんかちょっと思ったのと違ったと思われてもねちょっと嫌だし、自分としても後で惜しい気持ちになりたくないのでね、ということでね、あの今すぐには、まあ、先ほどもねちょっとあのお知らせしましたけれど、今すぐ用意どんどんはちょっと作れないんで、早めに手掛けていくようにしますね、まだちょっとね本当に作らないといけないものが山のようにあるのでじわじわとやっていきますよ。ということでですね、今回こちらのキットの開封レビューというか、まあちょっとねこれから作っていく計画という形になっております。またねあの制作の際は制作を開始しましたらねまた見ていただけたらなと思います。特にね私の場合ですとね不慣れでねツッコミどころが満載ではあると思いますけれど、温かい目で見ていただけたらなと思います。ということで今日はこの辺で、ダメだ。